ははい皆さんこんこにちは今日はですねリリチウムバッテリーののちょっとしししたトラブルの経験談をお話しします僕のチャンネルではリチウムバッテリー結構ねおすすめしてて3台ともリチウム入れててですね古くは SMCR がもう6年ぐらい前からリチウムでノートラブルですと語ってきてたんですが2023年のお正月初めてリチウムバッテリーの ちょっとしししたた不に遭遇しました1ヶ月ぐらいね全く乗ってなくてお正月ちょっと乗ろうかなと思ってキーをオンにしてセルを回したんですよねそしたら、まあ、これイージースタートなんでチョンって触ると自動でエンジンかかるまでセルを回し続けてくれるんですがああかからなかったんですねでセルの周りもちょっと弱々しくてでこれね僕のは AZ のリチウムバッテリーなんですけど AZ のものはね残量がこうやってちょっとチェックできるんですね映るかな今3つついててローミドルフルって感じでバッテリー残量が分かるんですよでかかんなかったんでここチェックしたらまあ普段3つつくのが1つしかつかなくて ああバッテリー上がりかと思って充電しようかなと思ったんですがそういえばねリチウムバッテリーってなんか眠りに入るっていう表現をする人がいたなと思い出したんですねでリチウムバッテリー寒かったりするとね結構なんかこうっていう言うんですよで,でもそれはバッテリーが上がってるんじゃなくて何、えー、ていうのかな 眠っているだけなので起こしてあげるとね使えるっていうんですよねそれでね試しにネット情報を頼りにこうやってキーをオンにしてちょっと待つとでまたオフにするみたいなこれをね、えー、4回か5回繰り返したんですよねそしたら、ね、本当にかかったんですよはいでやっぱりねそのどうやらね眠っていたようなんですよね でただあの、バッテリー自体が弱ってたのは弱ってたみたいで、エンジンかかって走れたんですが、しばらくね、ここの,あのエンジンチェックランプみたいのが40分ぐらいかな、つきっぱなしになってましたね。で、走って充電されたのか、40分ぐらいしたら消えてました。はい、ということで、まあ、リチウムバッテリーね、5度を下回るような日に、ちょっと指導性が悪いときがあるということですね。 ただ、ですね、チェックランプ見てもう完全に放電しちゃったというふうな、ねえー、思いがちなんですけども、まあ、今の事例のように眠っているだけのことがあるので、まあ、ちょっとね、えー、起こしてみる価値はあるかなと思いますで。その時に1つだけ注意事項なんですけどもこのね、最近のバイクのイージースタートがくせ者なんですよね。これやっ,てチョンって押すと、 触らなくてもエンジンかかるまでセルを回し続けちゃうんですよで、リチウムバッテリーが弱ってて眠っててエンジンがかからないときに一番やっちゃいけないのが慌ててセルを回し続けるということなんですねこれをやっちゃうとどうやらバッテリー周りに熱が発生して溶けたりとかね最悪発火したりする可能性があるということで リチウムバッテリーに変えてる人で始動しなかった場合は特にねこの890デュークのようにイージースタートがついててチョンと押したらうん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 ってずっとこうかからないけど頑張り続けちゃう場合はすぐに止めてくださいいつものタイミングでかからなかったらすぐに止めてくださいこっちかこっちでねでバッテリーを起こす作業を何回か繰り返して それでも全くかからなかったらもう諦めて充電するなり交換するしかないということですけども、まあ、少なくともねあの1回起こす作業をやってみる価値はあります。それと今紹介したリチウムバッテリーかからないとき無理にせる回すのが危険ということです。でえー つまりイージースタートシステムと弱ったリチウムバッテリーの組み合わせっていうのは最悪ってことですね。これを放置してたらずっとセル回っちゃうんで、あもしかしたら溶けたり発火したりする恐れがあるので、まあ、デュークとかに乗っててリチウム入れてて、セル回ってるんだけどかからないときはすぐ止めてください。で、キーをね、オンにしてちょっと待つっていうのを何回か繰り返すということで、かかるようになるかもしれないということですね。はい とということでね、僕のバイクでは6年ぐらい前からリチウムね、ずっと使ってますけども初めて今回リチウムバッテリーのちょっとしたね、うん、トラブルに遭遇したという体験談でしたちょっと短いですけども今日はこんなところです